実家が吉祥寺はステータス。こんにちは、実家は田舎、ゆっくり店長です。今回は吉祥寺の人気スポット30選を紹介します。主に、Google の口コミ数がやたら多いところを選びました。吉祥寺は人気店が多すぎて調べるのが大変、最近のお店はわからない、そもそも何があるの?という方の参考になればと思います。私自身初めて行くスポットが多くあり、とても勉強になりました。この動画を見れば、あなたも吉祥寺マスターになれるはずです。では、早速行ってみましょう。まずは駅ビルから。2010年にロンロンから生まれ変わったのがこちら。あとで吉祥寺。Google 口コミ数、3907件。ファッション、食品、スイーツ、カフェ、レストランなどが200店舗近くあるそうです。有名店だけでもご覧の通り。羨ましい。さすがにめっちゃ充実しています。あ、ディーン&デルーカがあります。いいなぁ。とはいえ、有名なバッグは見たことあっても、パンは一度も食べたことないんですけどね。あと、4年前、ディーン&デルーカ知らないと言ってバカにされたの、一生忘れません。デートで欠かせないものといえば、映画館ですよね。喋んなくていいのは楽だしね。こちらが、駅徒歩1分にある映画館。吉祥寺オデオン。Google 口コミ数、619件。スクリーン数は3つですが、3D 作品の上映もやっています。ちなみに、水曜日はサービスデーで、1200円。まあ、よくあるよね。毎月1日も1200円。月に一度だけでしょ。誕生月も1200円。うん、お得。ただ、スクリーン数3つだと、ラインナップが弱くなりがちです。しかし、吉祥寺には他にも映画館があります。パルコの地下2階、キューバウスシアターの後にできた、アップリンク吉祥寺では、小規模ながら5つのスクリーンがあります。また、駅徒歩7分のところには、スクリーン数は1つですが、吉祥寺プラザもあります。街全体で見れば、9スクリーンあるので、見たい作品はほぼ上映しています。さすが吉祥寺。ハモニカ横丁にやってきました。人通りが多く、活気がおっと、いい匂いがしてきた。こちらが、地元で有名な、行列のできるたい焼き屋。あまね。Google 口コミ数、238件。名物の羽根付きのたい焼きは、あんこぎっしり、皮はもちもち。つい、食べ歩きしたくなっちゃいますね。行列のできるお店と聞いて、ここを思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。国産黒毛和牛の専門店。吉祥寺佐藤。Google 口コミ数、1010件。さすが、超有名店。名物のメンチカツは、1日3000個も売れるとか。私もお土産として何度もいただいたことがあり、田舎に住んでても知っていました。行列ができるのは、佐藤さんだけじゃない。そのお隣にある和菓子屋さんも、超有名店。小笹、Google 口コミ数、323件。人気商品の羊羹は、1日限定150本。幻の羊羹、と言われているとか。口コミを見ると、朝5時から並ぶ人もいるとのこと。まさに。幻。続いてのお店は、雑居ビルの3階にあります。パンケーキの超有名チェーン店。幸せのパンケーキ。Google 口コミ数、639件。パンケーキは、世界一ふわふわと言われ、柔らかくしっとり。蜂蜜は、ニュージーランド産の高級マヌカハニー。バターは、北海道の生乳を使用。まさに、幸せの宝石箱。駅から徒歩4分のところに、昭和54年創業の人気喫茶があります。コーヒーホール、九月草。Google 口コミ数、396件。名物は、なんと、カレーとのこと。約10種類のスパイスで、1日がかりで煮込む九月草カレーが、大人気メニュー。店内は、昭和54年創業とは思えない、おしゃれな内装になっています。伊勢丹が潰れたから一人勝ちじゃー状態のお店があります。東急百貨店、Google 口コミ数3431件。吉祥寺唯一の百貨店、伊勢丹なき後、なくてはならない存在となっています。7階にはニトリがあり、若者も多く利用します。時はまさに、インスタ戦国時代。そんな中、2018年に、フランスからやってきたパン屋さんがこちら。
リベルテ、パティスリー、ブーランジェリー。Google 口コミ数291件。バイエー、外観オシャレー。と思ったら内装もオシャレー。オシャレなパン屋さんは、パン屋と書いた看板を掲げず、パンの照明を吊るすんですね。人気メニューはクロワッサン。オシャレなスイーツも多くあります。フランス産の小麦粉や塩など、こだわり抜いた素材を使用しているそうです。2階はカフェになっており、ランチメニューでは、パン食べ放題とのこと。続いては、北口から徒歩7分のところにあるパン屋さん。なんと、食べログのパン100名店に、2017年から2020年と4年連続で選出されている、超実力派です。ダンディゾン。Google 口コミ数422件。何このおしゃれな建物。まるで、近代美術館のような佇まいです。店内のパンは、ショーケースに並べられているんだとか。パンの素材には、厳選された国産小麦を使用。4種類の食パンを中心に、いろんなパンが販売されています。ネット販売もしているため、興味のある方は、ぜひ。続いては、週末には行列ができるカフェ。しっぽ。Google 口コミ数、283件。雑貨や日用品も置いてある、おしゃれなお店。彩り豊かなランチメニューに、可愛いデザートなどが楽しめます。食事が出てくるまで、店内の雑貨を見て回れるそうです。吉祥寺のカップルは必ず訪れる、とかいう口コミもありました。北口から7分ほど離れたとこまで歩いてきました。吉祥寺とはいえ、駅から少し離れただけで、閑静な住宅街に、なんじゃこやー、ジブリ美術館は見たかのはず。実はこちら、絵本の世界をテーマに作られたという、複合施設。その名も、吉祥寺プディット村。Google 口コミ数、382件。猫カフェや、雑貨や、クレープ屋などがあるとのこと。猫がコンセプトなだけあって、猫の肖像画に、猫サイズの扉など。場内は、手の込んだ作りとなっています。子供も楽しめそうでいいですね。実は、カレー激戦区としても有名な吉祥寺。そんな中、30年近く地元で愛され、カフェカレーの先駆けと言われているのが、こちら。豆蔵。Google 口コミ数、589件。具沢山のこだわりカレーは、創業以来変わらぬ味わい。なんと、食べログのカレー100名店にも選出されています。吉祥寺には行列のできるお店が数多くありますが、こちらはタイ料理の人気店。アムリタ食堂、Google 口コミ数、492件。タイカレー、麺料理など、いろんなタイ料理が楽しめるとのこと。タイ人コックが作る料理は、まさに本場の味。また、タイ料理店には珍しく、ノンスパイシーの子供メニューも充実していて、ファミリーにも人気とのこと。ここなら、苦手のパクチーも克服できるはず。多分。駅の方まで戻ってきました。ここに、都内最大規模のユニクロがあるとのこと。あ、ありました。ユニクロ、吉祥寺店。口コミ数、1538件。どれどれ、3、4、5、7、7? で、でけえ。さすがユニクロ、吉祥寺にこんなでかいお店を構えているとは。4階には、キッズフロアもあるようです。7階の、吉祥寺スペシャルなるフロアでは、オリジナル T シャツやトートバッグを作成できるとのこと。現在は、先ほど紹介した、吉祥寺プティット村ともコラボしているようです。続いては、先ほど地下に映画館のアップリンクがあると紹介した、こちらのショッピングモール。パルコ、Google 口コミ数、2196件。ショップリストはこちら。ファッションや飲食店はもちろん、ビレッジヴァンガードやアニメイトなどの、ディープなお店もあります。吉祥寺に来た時には、絶対行きたいスポットであります。なんでも、40周年を迎えたとの広告の癖が強い。こちらは、以前三鷹でも紹介した人気の焼肉店です。李朝園、Google 口コミ数、383件。なんと、食べログの100名店にも選出されている実力派。厳選された A5 ランクの焼肉が堪能できるとのこと。20年以上、地元で愛される名店です。
おしゃれなカフェのイメージが強い吉祥寺ですが、実はラーメンも激戦区となっています。そんな中、Google の口コミが1000件超えのお店があり、すみません、気がそれました。こちらがそのお店。ホープ県本舗、吉祥寺店。Google 口コミ数、1055件。こちらのお店、なんと東京背脂豚骨醤油の元祖の店と言われているそうです。つまりファーストってことですね。シールドは隣のお店のものです。人気メニューは中華そば。スープは濃厚ながらほんのり甘く、旨味たっぷりとのこと。ラーメン好きなら、ぜひ一度は行ってみたいお店ですね。2010年に伊勢丹の跡地に誕生した商業施設がこちら。コピス吉祥寺。Google 口コミ数、3156件。ショップリストはこちら。ファッション、飲食店が充実していますね。書店のジュンク堂は、2フロアもあるため、何でも揃っているとのこと。それだけではありません。7階には美術館が、屋上にはバーベキュー場があったりと、いろんなものが入っています。続いては、こちら。ヨドバシカメラ、マルチメディア吉祥寺。Google 口コミ数、2618件。なんだ、ただの家電量販店か。と思わないでください。なんと、6階から8階までいろんなテナントが入っています。GU、ライトオン、ハミーズなどのアパレルショップをはじめ、タワーレコード、ABC マート、西松屋などなど、いろいろ揃った人気スポットとなっています。もちろん、家電コーナーは、地下1階から5階まであり、充実しています。家電が欲しければ、ここでまず間違いないでしょう。カレー激戦区の吉祥寺で、行列を作っている人気店が、こちら。サジローカフェ。Google 口コミ数、251件。36種類のスパイスで煮込まれたカレーは、風味豊かな味わいとのこと。おしゃれな店構えで、若い女性を中心に人気のお店となっています。続いては、あの北斗の拳やシティハンターがコンセプトのお店です。カフェ、ゼノン。Google 口コミ数、521件。外観は普通におしゃれやん。漫画がコンセプトということなので、もっと入りづらい作りと思いきや、意外と明るく入りやすい雰囲気です。昼は、ラテアートや多国籍料理を楽しめるカフェで、夜はビールやワインが楽しめる肉バルになります。なお、店内には、あの、100トンハンマーもあるとか。駅ビルは、アトレだけではありません。2014年に完成した、新しい駅ビルがこちら。キラリな京王吉祥寺。口コミ数、1628件。こちらも、ファッション、カフェ、食品、日用品などを中心に、98店舗あるとのこと。ショップリストはこちら。こりゃ便利じゃー。もう、アトレとキラリナだけで、こと足りるんじゃね?と思わせてしまうほどの豪華ラインナップ。おしゃれなお店もあり、こちらのピカールは、フランスの冷凍食品専門店とのこと。クロワッサン、ワッフル、サラダにスープなどを販売しています。なんでも、映える冷凍食品とのこと。最近はなんでも映えるな。ホープ県本舗さんのようなお店がある一方、やはりそこは吉祥寺。おしゃれなラーメン屋もありました。つけ麺エンジ。Google 口コミ数、762件。なんでも、ベジポタで大人気とのこと。ベジポタ。おじさんには難しい単語だったので、Google 先生に聞いたところ、ベジポタラーメンとは、豚骨スープにジャガイモ玉ねぎトマトなど数種類の野菜をポタージュ。量は、おしゃれラーメンですね。女性受けもよく、行列がよくできているそうです。さすが吉祥寺。南口から住宅街へ進む途中に、可愛いシュークリーム屋があります。白ひげのシュークリーム工房。Google 口コミ数、152件。ここではなんと、トトロの形をしたシュークリームが販売されています。また、店内の内装も、ジブリの世界観が感じられる雰囲気となっており、来たお客さんを楽しませてくれます。シュークリーム以外にも、トトロクッキーに猫バスサンドなどもあるので、ついついたくさん買っちゃいそうですね。ジブリ好きにはたまりませんな。パリのミシュランレストランでシェフをしていた有名シェフが手掛ける高級スイーツ店がありまおっと定休日でした。こちらがレキキュリアン。 Google 口コミ数190件。こちらはなんと
食べログのスイーツ100名店に、2018年から2020年と3年連続で選出されています。一番人気のミルフィーユは、まさに絶品とのこと。こちらも行列がよくできる人気店です。吉祥寺でピザといえば、まずここです。井の頭公園の手前にある、地下1階のこちらのお店。ピッツェリア GG 吉祥寺。Google 口コミ数、410件。ナポリピッツァ職人選手権世界大会3位。2017年から2019年、3年連続ピザ100名店に選出、と間違いない実績を誇る人気店です。店内の巻き釜は、ナポリから職人を呼んで作ったとのこと。続いては、言わずと知れた超有名スポット。井の頭公園。Google 口コミ数、8102件。実はかなり広く、東京ドームの8倍以上あるとか。園内には、おしゃれなカフェやレストランが何箇所もあるので、ゆっくりできます。西側には、三鷹の森ジブリ美術館もあるので、デートをするには外せないスポットです。そういえば、昔はよく、ここのボートに乗ったカップルは、別れると言われていたのですが、今でもそうなのでしょうか。ということで検索しようとしたところ、Google 先生に先読みされてしまいました。さすが。やはり、今でも言われているんですね。ちなみに、調べたところ、ちゃんと理由がありました。なんでも、井の頭池に祀られている弁財天が嫉妬深く、焼き餅を焼いてしまうんだとか。はへぇ。そうだったんだ。でも、実際嫉妬しているのは、こんな噂を流す日々野獣の人たちなんじゃ。こちらも超有名。井の頭公園の中にある動物園。井の頭自然文化園。Google 口コミ数、1976件。こじんまりとしていながらも、ペンギン、サル、カピバラ、ヤマネコ、リス、モルモットなど様々な動物がいます。他にも、水生物館にメリーゴーランドやティーカップなどのミニ遊園地などなど、イヤイヤ期の子供を黙らせる豪華ラインナップとなっています。でも、お高いんでしょう？なんて言ったって、住みたい街ランキングで常に上位をキープしているあの吉祥寺駅から徒歩10分の氷、よ、400円。小学生以下、無料？いや、安ー、子連れめっちゃ助かるー。私も、イヤイヤ期の子供を黙らせに、もとい、子供に楽しんでもらうために、近いうち来てみたいです。最後は、井の頭公園の木陰にあるカフェレストラン。ペパカフェフォレスト。Google 口コミ数、492件。タイ料理のお店で、生春巻きや麺類、カレーなどを楽しめるとのこと。よく、行列が並んでいるそうです。犬も連れて行けるとのことで、散歩がてらに寄ることもできます。犬飼ってないけどな。緑に囲まれていて、開放感があり、落ち着いて食事ができそうですね。以上、吉祥寺の人気スポット30選、いかがだったでしょうか。正直、他にも人気のお店は多く、まだまだ紹介しきれないな、とも感じました。もし、他にも、こんないいお店がある。ロフトと丸い紹介しないとかマジにわか。など、コメントいただけると嬉しいです。また、この動画が少しでも面白いと思った方は、いいね、コメント、チャンネル登録お願いします。それでは、またどこかの駅でお会いしましょう。